アルゼンチンされた州ンカルロスに見られる、地層ポーランド南東部のカルパティア山脈に見られる、地層平凡社の地学辞典でいうところの地層。岩盤というほどの高度を持たず、時折ボロボロと土砂が崩れ落ちる。本記事では地層について解説する。大地線では、地層とは、ある厚さと広がりを持った層上の岩体、と説明している。 オックスフォード・ディクショナリーの説明では、地中にある岩石の層としている。ブリタニカ百科事典では、地層とは、層状をなしてる遺跡する、体積岩の岩体としている。世界大百科事典の冒頭定義文では、地層は、本来層理面を示す、地殻物質とし、そのことから一般には層状に積み重なった、体積岩を指す場合が多いと説明を補っている。 平凡社の地学時点では、地層は、粘土、砂、歴等の採設物や火山歴、火山灰等の火山採設物、生物以外などが、水や風の力により運搬され、堆積してできた、堆積物内し堆積岩のうち、垂直方向に比して、水平方向の広がりが十分に広いものの総称、と解説されている。地層の縦断面に現れる島状の構造を、 総理という。地層は、その成員から、水清層と風清層に区分される以下に挙げるのは、水清層の形成過程である。地球上には、水中や窪地などの環境がある。そのような範囲内に、他の場所から侵食されてきた岩石や土砂が、降り積もったり、水によって運搬されてきたりして、 堆積物が長い期間を経て次第に溜まっていく。これが一つの層になり、その層が積み重なって大小なりの地層が形成される。地層は一般的に水中のほぼ水平な面の上に一定の厚さで溜まっていく。比較的均質な構成物からなる一枚の地層を炭層と呼び、炭層と炭層の間の境界面を層理面という。普通、 地層は、地面の中に隠れており見ることはできないが、火山性地震や断層がずれることなどによる流気で、地面の断面が見えるようなところでは、地層が観察できる。これを路頭という。典型的な路頭は、崖や道路脇の地面が削り取られたところ、採石場。 川岸の土手などで流形や構成物が異なった層からなる平行な帯の一つとして観察することができる。グランドキャニオンのような大渓谷では数億年にわたる期間の地層が観察できることもある。それぞれの炭素の厚さは1ミリメートルにも満たない炭素から1キロメートルを超える炭素まで様々である。それぞれの地層から その層が堆積した環境を推定できる。水生堆積物では河口に近い位置で堆積した、物ほど粒度が荒い砂、離れるに従い細かくなり、汁と粘土となる。地層を構成する物質が、当時の有機物もしくは生物である場合もあり、冷炭地で植物が堆積した石炭や深海で、微生物が堆積した、チャートなどがある。 現在見つかっている最古の地層は、グリーンランドにある約40億年前の地層で、海底で作られた地層と考えられている。地層は、堆積する速度に変化はあるものの、概ね連続して堆積している。これを整合と呼ぶ。これに対し、地層と地層の境界に非常に長い不連続があり、侵食により一部の地層が欠落しているものを、不整合という。 体積が止まっている間に地層が侵食されたり、傾いたり、終局したりといった変動があることも多い。そのようなところに、再び水平に地層が堆積したりする。下の地層と上の地層が平行なものを平行、不整合と呼び、上の地層と下の地層が傾いていたり、下の地層が終局したりしているものを傾斜不整合と呼ぶ。また、下の地層が、 日なり岩からなる場合は、非整合と呼ぶこともある。地層の欠落を伴わず、不連続の時間が非常に短い場合、時間間隙と呼んで、不整合と区別することもある。不整合は、陸上でも、海底でも作られるが、いずれの場合も、岩石や土砂が堆積するような環境だった地域が、侵食される環境へ変化し、 再び堆積する環境に戻ったことを示している。不整合面のすぐ上には、比較的大きな粒の粒手が堆積していることが多く、規定歴岩と呼ばれる。これは、侵食された下部の地層の岩石から供給された粒手である場合がある。地層に見られる特徴的な堆積構造として、以下のものがある。神奈川県三浦市の 海外庁のスランプ構造地層は、地殻変動などがあると、大小なりに傾くことがある。地層が傾いている場合、総理面と水平線の交線の方向を、総構、総理面と水平面のナス角を傾斜と呼び、この二つを使って傾いた地層の方位を表す。総構、傾斜は、断層や、不整合面など、 地質学で扱われる、様々な面の方向を表すのにも用いられる。地層に、地殻変動や、大地震で大きな力がかかったりすると、大小なりに地層が曲がってしまうことがある。これを終局と呼ぶ。上に、凸の部分を敗者、下に、凸の部分を後者と呼ぶ。また、曲がらずに、ある平面を境にしてずれることもある。これを断層と呼ぶ。 地層が激しく終局した場合でも、地層が低角度の断層を伴ってずれ、大小なりにちぎれることがある。石油は、地層が、排射構造を示し、ロックキャップとなっている部分に溜まっていることが多い。地層の中には、過去に地層を切って貫入したマグマが固結して、残っていることがあり、岩脈と呼ばれる。岩脈は、過去のマグマが通った可動である。一般に、 かなりの休憩者であることが多い。また、過去に地上にマグマをもたらした稼働が、相乗に残っている場合があり、岩礁と呼ばれる。一般に、岩脈ほど傾斜は、きつくない。また、加工岩質岩石の作る、大規模な岩体で、露出面積が100平方キロメートル以上のものを、定番と呼ぶ。地層は、堆積したままの状態であれば、 下にあるものほど古く、上にあるものほど新しい。これを地層類重の法則と呼ぶ。これは、1669年に、ニコラウスステノが、初めて提唱し、1791年に、ウィリアム・スミスによって確立された法則である。しかし、地層が垂直に近いほど傾いていたり、終局などによって上下がひっくり返っていたりすると、どちらが、 元々の上下か分からなくなってしまい、法則を使うことができない。その場合、休華清掃や社交層理といった堆積構造や砂管のような化石証拠を使って上下判定を行う。また、同時期に堆積した地層は、その堆積した地質時代に特有の化石を含むことから上下の地層と区分され、かつ離れた地域に位置する路頭間で、 同一の地層の識別や対比が可能となる。これを化石による地層同定の法則と言い,い、1816年、ウィリアム・スミスによって確立された。この法則と地層類重の法則を組み合わせることで、地層に化石による相乗に基づいた相対的な時間尺度が与えられる。ある地層がいつ形成されたのかを知りたい場合、生息した時代がわかっている生物の化石や、 噴出時期が分かっている。火山灰の層などが利用される。このように、同時代に形成されたことを示す地層を喧層と呼ぶ。また、地層は堆積するときは水平であること。地層類重の法則などから、地層がいつ堆積したか、侵食されたり、傾いたり、集局したり、断層ができたり、溶岩が貫入したのはいつかなどということを、推定することができる。 地質学者は、堆積岩や、火星岩等の岩石、砂漠等の堆積物とそれら岩層による、層区分について、研究、討議を重ね、地層命名についての指針を策定し、現在、地層命については、この指針に従って、命名、分類されている。それによれば、まず、別々の地層は、類層と呼ばれ、これが、地層分類の基本単元となる。 層の方有名については、それぞれの層が広く露出していて、研究に役立った地域の地名から名前が取られ、層と名付けられる。例えば、カンブリア紀の生物化石が多数良好な状態で保存されていることで有名なバージェス結岩は、暗い色で厚く、化石を産出する地層がカナダのロッキー山脈にあるバージェス峠のそばで露出していたことから命名された。 ある層の中で岩層がわずかに違う場合、それらは部層に分けることができ、さらに最小単元となる炭層、流体積物などに細分されることもある。逆に、いくつかの類層をまとめて、層群と呼ぶことが多く、より大きくまとめて、超層群などということもある。これらを最小単元から順に並べると以下のようになる。ただし、 最初の三つはどれも炭層であるが、溶岩流の層や、流体積物の層は顕著な特徴を持つため特に分けて名付けられることがある。岩層ではなく、地質年代で層状を区分する場合は、地質年代により、地名ないし地質年代区分名の後に階、回、経営、等、回と付けて区分する。地層の岩層を確認するために、まず路頭においては、構成する、体積物。 体積岩の風化を受けていない新鮮な面を、ハンマー等で明確にし、肉眼で観察を行う。場合によっては、標本を採取し、顕微鏡観察や、化学分析も行う。化石が含まれている場合は、化石の同定も行う。地層の空間的な広がりを調べるには、路頭において、地層の走行と傾斜を調べる必要がある。 このためには特殊なメモリのついた地震と水準器によって構成されたクリノメーターと呼ばれる道具が使われる。これらの情報をもとに岩石の分布や地質構造などを地形図上に表したものが地質図である。地質図を作成すると同時に地下における岩石の分布や地質構造を表した地質断面図やある地点内自然体を総括して 地層の厚さや種類、特徴などを中上に表したもの地質中上図も、作成されることも多い。デジタル大事宣、地層ハット・オックスフォード・ディクショナリー、ハット・ AB ・ブリタニカ百科辞典、地層平凡社世界大百科辞典1988年版、ボリューム18、P56、地層、地学辞典地学団体研究会審判地学、辞典編集委員会編。 平凡社、1996年、審判。ISBN4 から582115063。言葉んクリック清掃、再接性堆積物研究会1983。ピアニッシモ1523。再接性堆積物研究会1983。ピアニッシモ2425。再接性堆積物研究会1983。 ピアニッシ十4347再設性堆積物研究会1983ピアニッシ五5860再設性堆積物研究会1983 P57 再設性堆積物研究会1983ピアニッシ十4758ありがとうございます